はい、どうも、オミュータンツミヤとフィルムです。お願いします。はい、今日お話しする映画は、こちら、テネットでございます。はい、ついに、公開されました。コロナウイルスでね、公開延期してたんですけども、ついに全米、日本含め公開されました。クリストファー・ノーラン監督、最新作でございます。主演は、ジョン・デビッド・ワシントン、デンゼル・ワシントンの息子さんですね。ブラック・クランズマンとか出て最高の役者だと思います。で、次はロバート・パティンソンさん。トワイライトシリーズでね、結構英国の王子様みたいな雰囲気だったんですけども、ちょっと年もとってね、渋い映画にも出始めて、いい感じでね、次のバットマンに、主役で出ることが決定してます。というかもう撮影も終盤でございます。で、次、ケレス・ブレナーさん、これはダンケルクから引き続きですね。あと、アーロン・テイラー・ジョンソン、かなりね、渋くなってて、髭でわかんなかったんですけど、キックアスですよ、キックアス。ねえ。あとは、ヒメーシュ・パテルさん。これは、イエスタデーって、ビートルズがいなくなった世界でビートルズの歌を歌うという、面白い映画の主人公の方ですね。はい。さすがクリストファー・ノーラン監督、いいキャスティングだなと思いました。で、このテネットなんですけど、僕も最近、一昨日ぐらいに見たんですけども、うん。テネットが、今、巷でどう言われてるかというと、知ってる方もいると思うんですけども、めちゃくちゃ難しい映画と言われています。僕もね、映画大好き。クリストファー・ノーラン監督も、まあ、ダークナイトシリーズに始まり、インターステラー、インセプション大好きですよ。うん。なんでね、うん、見て全くわからずに終わりたくないっていう気持ちで、結構構えて見に行ったんですけども、全然わかりませんでした。はい。でも安心してください。全然わからないけど、めちゃくちゃ面白かったです。はい。これどういうことかと言いますと、まあ今回の動画は、まあ見た後というか、まあ見る前の人にね、ちょっと見てほしいんですけども、この映画ね、全然わかりません。うん。だけど、めちゃくちゃ面白いです。さっきも言いましたけど。それどういうことかっていうと、クリストファー・ノーラン監督は、まあまあまあ、インセプションとかね、インターステラーとか見るとわかると思うんですけども、かなりね、まあ現実にある、まあ法則とかを使いながらも、まあ自分なりの、設定をこう、そこに加えてって、ちょっと複雑怪奇な作りにしてる。まあそれが味で面白いんですけども、まあ今回テネットもそれでございます。まあインセプションで言うと夢の中に入るっていうところ。まあインターステラーだと、まあ、なんだ、多元宇宙の法則みたいな。ブラックホールドが。ああ。で、テネット今回、テネットは、時間の逆行っていうところを、まあ、ほぼメインのテーマにしてるんですよ。で、これが、かなりこの作品を分かりにくくしてるんですよ。はい。ご安心してください。ご安心ください。うん。多分見てて思ったんですけども、そのクリストファー・ノーラン監督は、これを見てる人に、分からせる気は、ないと思うんですよね。うん。それ2回3回と見れば、なんとなくこう、なんとなくというか、まあ、どういうことなのか分かってくんですけども、まあ何が分かんないっていうと、つまりこの、時間を逆行する CM でもあると思うんですけども、その、人の動きがこう、普通の時間通りも、この現実と同じでね、時間通り進むのと、同時に、反対に進んでくるものとか、人とかが現れて、そこが重なり合っていくっていう、そういうストーリーなんです、そういうストーリー。うん、メインでそういうことが起きてくんですけども、うん、これによってあれあの人は時間逆に進んでて、あれこっちは時間を順行と逆行っていう呼ばれてるんですけど、エントロピーっていうね言葉が出てきて、うん、もうエントロピーって言葉が出てきた時点で何ってなるんですけど、もう別にエントロピーって言葉を、その知ってる人以外はもうただのカタカナだと思って受け入れてください。まあなんか、まあそういう横文字も出てくる、なんかその、まあアルゴリズムとか、アルゴリズムはなんとなくわかりますよね。そのなんか法則っていうかやり方みたいな。まあそういう言葉横文字とかも出てくるんですけども。で、この映画まあ逆行、時間の逆行、まあ時間を司ってる、ストーリーっていうので、まあ思い浮かぶのがやっぱその、何ですか、タイムリープものだとか、タイムマシンで、遡る系。まあ、バックトゥザフューチャーとか、まあ、時をかける少女なんかがね、あると思うんですけども。で、時間を遡るもので、やっぱ、まあ、かなり慎重に扱わなきゃいけないものとして、タイムパラドックスっていう言葉があるじゃないですか。はい。まあ、何かっていうと、まあ、
何かっていうと、つまり、自分、僕で言うと生きてますよね。でもその僕は過去に戻って自分の父親と母親、まあこれ大変、あの思いっきりバックトゥーフューチャーので起きてることを言うんですけど、過去に自分の母親と父親が、出会ってなかったら僕はここにいないわけじゃないですか。で、過去に戻って父親と母親を出会わなくするように僕がこっそりした場合、この現実の僕は消えてしまうという。うん。それがタイムパラドックス。その、時間軸に不都合が起きる。過去を改変したことによって現実が変わる。これタイムパラドックスなんですけども、今回このインターステラーにおいては、タイムパラドックスのことは全て忘れてください。はい。僕を見ながら、やっぱその時間を遡ったり、逆行したり、巡行したりするんで、その、タイムパラドックスっていうとこを気にしながら、やっぱ見ちゃうんですけども、ってことは、ああなってるはずじゃないみたいな。過去でこれしたってことは、現在はああなってるはずじゃないとか、思いながら見るんですけど、それはもう一切払ってください。このテネットでは。うん。どういうことかっていうと、つまり、バックトゥザフューチャーとかの、その、時間軸の、バックトゥザフューチャーの時間軸の概念とは全く違う考え方の世界なんですよね。うん、どういうことかっていうと、ってめっちゃ言ってるんですけど、そのバックトゥザフューチャー、つまりその、マーティーがいますよね。マーティーがその生まれた世界、まあメインの世界線ですよね。で、もしその過去に戻って、マーティーの母親と父親が出会ってなかったら、マーティーが生まれてない世界っていうのがまた別で世界線としてありますよね。そのかなり多くの世界線がある。マーティがいる世界線、マーティがいない世界線っていうのが、バーって世界線が何本もあって、そこを変えなきゃいけなかったりするっていう。まあ、これによってタイムパラドックスって起きると思うんですけども、こうテネットにおいては全部一本の線でございます。はい。だから、行ってる、巡行してる世界線も逆行してる世界線も全て一本の線なんで、つまり、タイムパラドックスって概念はないんですよ。過去を変えたら未来が変わるという概念というよりかは、過去を変えて未来を変えたつもりなんですけども、これも全て最初から決まっていたという世界観なんですよね。で、この一本道が、巡行してたと思ったら逆行してさらに巡行してっていう、で、同じ世界線に、巡行してる自分と、逆行してる自分と、巡行してる自分とっていう、同時に3人4人現れたりする。それが映像で見せられるんですよ。なんでパニクるんですよね。でもご安心ください。それがおもろいんですよ。どうなってんだ今みたいな。思いながら、自分でこう、考えて、なんとか理解しようとする。それが楽しい映画ですね。なので、これめちゃくちゃ難しいですっていう、結構ね、言われる。で、これで、僕も見る前、構えちゃった。最初も言いましたけど。うん。構えてもいいんですけども、その、わかんなかったら、もう、手放すのだけはやめてください。この映画見ながら、なんとかわかろうとしてください。はい。それが面白いんですよ。うん。だから、冒頭からね、結構なんだ、その、横文字が出てきたりとか、ルールがどんどん追加されてくんですけども、要はその、映画10分で、その、まあ、クリストファー・ノーランが提示した公式が次それを引用して、また別の問題が出て、で、それの答えを引用した問題がまた出るみたいな、なんかその、数学の授業が2時間でも、なんだろう、数学の授業みたいな感じで、その、前習ったことを引用した出来事が起きてくんです、どんどん。なんで、こう、それをなんとかついていこうという気持ちでは見てください。でもわかんないですよ。わかるようにできてないから。うん。映画の中で、その、無知は、強みみたいなことを言うんですけども、まあ、それメッセージだと思うんですよね。それは観客にも言ってんのかなと思います。だから、その、主人公がどうなっていくかを知らない、このルールだからどうなっていくかを知らないことが、その映画を楽しい楽しいって思わせる。うん。ただ、知らない1回目が一番楽しいと思います、この映画。2回3回見て理解する、みたいなのとか、皆さん言うんですけど、これ1回目が一番面白いと思う。この、わかんないけど、知りたいっつって。で、僕は見ながら、こう、だから全部の映像を鮮明に覚えようとしてください。だから、この映画ね、一回見ただけでも結構思い出せるんですよね。あそこあんなだったな、あそこで誰かが何か言ってたな、みたいな。結構ね、記憶で残ってるんですよ。うん。全部のシーンを見逃さず、全部のやりとり、セリフを、全部頭で理解しようとして、もう、頭ぐるぐる回しながら、見るのが楽しい映画なんですよ。はい。うん。なかなか疲れちゃうっていうのもあるんですけど、それでも、やっぱりね、なんとかこう、自分が考えたことが、あ、
あ、だからね。あ、はいはいはい、だからこうなったね。はいはい、理解して理解したって思わせてくれる箇所もちょいちょいあって。うん。で、なんとなくここで、あれ？これどっかで見た、そういえばさっき、なんとかのシーンで見たやつじゃねえか？っていうのが結びついたりとか、結構ね、その、ほんと、クリストファー・ノーランの頭の中を体験する。うん。で、ほんとなんだ、脱出ゲームみたいな。ああ、今人気でしょ、脱出ゲームみたいな、あれ。うん。あれを一人でやるみたいな。まあ、勝手に脱出できるんですけど、物語からね。うん。なんでね、この、テネットは、バーって喋ってちょっと何喋ってるか分からなかった方すいませんなんですけど、難しいんだけど、それが面白い映画なんで、謙遜しないでください。うん。あの映画難しいんでしょ？いいよ。ってなっちゃうと思うんですよね。難しい難しいって言われすぎて。難しいけど、それが面白いんですよ。わからない。誰もわからない。これは一発じゃ。うん。で、二発目分かって、じゃあこの映画じゃあ面白かったかって言われると、そうじゃないと思うね。わからずに見たこの一回目が一番面白い映画だと思いました。テネット。うん。正直この難しさを取っ払ったら、ほんと多分スパイ映画なんで、もう、悪の親玉を倒すため主人公が頑張るだけの映画なんですよね、これ。はい。言っちゃうと。でも、うん。でもこのクリストファー・ノーランが提示してくるルール、そこがメインになります。はい。どう主人公悪の親玉までたどり着くのか。うん。そこにも複雑怪奇なルールがありまくって、それをこうみんなで理解しようとしながら見る。これが面白いんですよ。うん。はいはい。これはもう素晴らしい映画体験。うん。ぜひ見てください。謙遜せずに。うん。全然カップルで行ってもいいと思う。で、終わった後めちゃくちゃ喋れるから。あれってああいうことだよね。でもああいうことじゃないみたいな。その答え合わせもめちゃくちゃ楽しいから。友達と行くべき。これは。一人でも行ってもいいけど、友達と行くべき。てかもう、一人で行ったら、もう終わった後喋りたすぎて、誰か見た人、LINE したいとか、そうなっちゃうから。うん。いや、テネット面白かったですね。やっぱクリストファー・ノーランのワクワクしますね。何言ってんのみたいな。見てる最中も、何言ってんだもん。また変なこと言い出したぞみたいな。でも理解したいなみたいなね。そうそうそう。これはね、面白い作品でした。もう新しい映画体験。3D とかね、いろいろありますけども。これもまた新しい映画体験だと思いました。ぜひね、見てください。はい。で、まあ実際どう、この映画どうだったのかとかの考察のね、動画は、うん、他の YouTuber の方にお任せします。僕はもう頭悪いんで、それ、これはこうでこうでってうまく説明できないんでね。はいはいはい。ただ、僕が言いたかったのは、めちゃくちゃ難解とか激ムズとか言われるんですけども、謙遜せずに楽しんでください。その難しくて、映画見終わっても、全然わかんなかった。だけど、めちゃくちゃ面白い映画です、これは。わからないが面白い。何回も言ってる。わからないが面白いんで、これは見てください。はい。以上です。ありがとうございました。